こんにちは、仏壇ごと .com の高安です。この沖縄仏壇ごと .com とは、沖縄の仏壇の考え方、ひぬかん、また行事ごとのやり方などを明日から使えるように分かりやすく解説しています。やらなきゃいけないという時、すぐに見返せるように、ぜひチャンネル登録お願いします。今日も最後まで見ていただけると嬉しいです。さて、今日はちょっと質問が多かった、朝礼かさばいを直す手順についてお話をさせていただきたいと思います。まず、朝礼かさばいっていうのが何かっていうのは、別の動画でちょっと説明しているので、こっちに出しておくので、それをちょっと確認してみてください。で、この朝礼かさばい、まあ、ざっくり話をすると、同じ位牌に、男兄弟、いとことかでもそうなんですけど、同じですってことなの。男兄弟が一緒に入ることを朝礼かさばいって言います。朝礼かさばいって言います。で、それはタブーとされていて、タブー、要は、好ましくないってことですね。好ましくないってされています。で、その理由としては、男性が同じ位置に2人いることで、長男を立ててないとか、この兄弟が押されるっていう状況になるそうです。で、朝礼かさばい関係ないよっていう人もいますし、仏教では朝礼かさばい関係ありません。なので、朝礼かさばいのことを、お坊さんに聞いても、正すどころか1個にして OK っていうのが仏教の考え方です。なので、朝礼かさばいを直すには、じゃあ誰に頼んだらいいのって、まあ、ユタさんも OK なんですけど、ユタさんでも実は朝礼かさばい OK っていう人もいるんですよ。で、はたまた朝礼かさばいあんまり気にしないでいい、私が拝みやったら全部オールオッケーっていう人もいるので、朝礼かさばいが気になるなっていう人は、ある程度自分で勉強して、どういうふうにやった方がいいっていうのを導き出した方が早いんじゃないかなと私は思ってます。で、私たちも自分の実家のところ朝礼かさばいやったりとかしたんですけど、まず何をやったかって言ったら、一番最初にやることは、正しい家系図作ることからなんですね。で、この家系図っていうのがもうめっちゃ家系図欲しいって思われるんですけど、位牌継承を知るために、位牌継承、正しいね。位牌継承を知るためには重要なんですね。で、これって自分の直系だけじゃなくて、自分のお父さんとか、例えばそのおじいちゃん、ひいおじいちゃんとかだけじゃなくて、お父さんの兄弟の子供、その子供とか、おじいちゃんの兄弟のその子供とかっていう風に、男系、男の人たちを、お父さんの兄弟、おじいちゃんの兄弟、ひいおじいちゃんの兄弟っていう風にして、分かるところまでまず作っていくんですね。で、それを元にして、2番目にやっと初めて、位牌継承の順番を見ていくんですね。見ていく。確認する。で、この時に初めて、朝礼かさばいって、発見されるんですね。で、その時に、ただ単純に、今ある位牌をパッて2つに分ければいいかって言ったら、合ってはいるんですけど、間違ってる場合もある。で、なんでかって言ったら、もしかしたらこの2人のうちの1人は、他のお家の人が養子に入って持つかもしれないので、別の仏壇にくっつく場合もあるんですね、この朝礼かさばいって。なので、全部調べてからじゃないと、引っ越しができないよっていうのはそこなんですよ。で、単純に2つにしましたって言ったら、またこの1個をあっちにプラスするっていう作業が発生するので、拝みが発生するので、しょっちゅうお家が変わるのって、なんか落ち着かないですよね。で、航路も2つになってるのを1つにしたりとかっていう、本来やらな、これをちゃんとやっとけば1回で済むのに、やらなかったから3回も4回も拝みしないといけないっていうことになるんですね。で、じゃあその上って調べられてないから、はっきりしないじゃないっていう人もいるんですけど、今現在、家系図として調べたものに対して、これでこうやったんだよっていう詫びは通じるんですよ。だけど、全く調べてないのに、もう目の前にあるのだけど、これ朝礼かさばいしてるからだ、分けようって言って、分けて終わりっていうのは道理が通ってないので、要はあんた調べてないよね、動いてないのに自分の楽なようにやったよね、みたいに思われてもしょうがないってなるので、そこちゃんとこの系図作っ
って、それから順番見て、それ、これ設計図なんですね。家系図、設計図なんで。設計図なんで、この朝廷かさばいを直すための設計図が必要なんですね。で、それから、どこに誰の位牌があるかとか、位牌があるか、お墓、墓に誰が入ってるか、っていうのをチェックします。で、これで、じゃあ、あっちのものをこっちにして、こっちのものをあっちにして、あっちのものをこっちにすればいいよねっていうのが見えてきたときに、初めて、手順の確認なんですね。手順の確認。で、この手順っていうのが、いろいろ位牌継承、朝廷かさばい直してきましたけど、おうちおうちによって全部違うんですよ。で、道理に沿って一個ずつやっていくんですけど、この手順っていうのが、例えば A っていうお家に長男と次男の位牌が朝廷かさばいしてると。朝廷かさばいしてると。で、これを例えば B っていう次男がいて、この次男さんのものをこの次男さんが継ぐっていうんだったら、単純にここのお家から位牌を1枚札を取って分けて、ここのお家の位牌にくっつける。ただ位牌、同じ大きさじゃないと思うので、そこの、この、替えが必要なんですけど、それが、機能アップして、位牌の、新しい位牌に交換するとかっていう風なやり方を応用してやるやり方なんですけど、これを単純にこっちに持ってくるだけで OK なんですね。これは本当にシンプルな朝廷かさばいを直す手順なんですけど、これが3つのお家になった時に、例えば A のお家に長男と次男と三男がいて、B は今仏壇持ってなくて、C が今仏壇持ってないっていう時には、単純にこことここを分けて、じゃあはいはいはいって分ければいいかって言ったら違うくて、A のお家でまず位牌を全部3つ分けるんですね。で、分けて後に1年ぐらい、この A のお家で3つの仏壇をみんなで見ます。で、1年ぐらい経って後に正しい位牌に直していくっていうふうに、落ち着かせて移動させるっていう場合もあるので、この場合どうするか、こっちの場合とこっちの場合とって、ちょっとパターンを、見ないといけないというか、判断しないといけないというか、まあ、直接も持っていきたいよ、1年ぐらいも置かないよって言って、持っていきたいっていう場合は、持っていってもいいと思うんですけど、その時の詫びの入れ方だったりとかっていうのが、ちょっとややこしいかなと思うので、私たちも一件一件相談が来て、このパターンはこうで、この通りだから、この手順で、こうやった方がいいかなっていう確認をしながら進めていくんですね。で、そこのお家の状況もありますし、いくらこのね、位牌継承が正しいからって言って、生きてる人の感情とか、時期とか、生まれ年とか無視するわけにはいかないので、それを見て、この日に移動しようねとか、じゃあこれを一回移動して、来年1年待って、再来年にこうやろうねとかっていうのが、ちょっと必要かなっていう感じです。なので、この手順の確認は、もう、人の数だけパターンがあるっていう感じですね。で、自分たちの朝廷かさばいをどうやって直したらいいのっていうふうに具体的に聞きたい方は、LINE の個別相談で連絡もらって、今実はこういうふうになってるよって言って、何回かやり取りさせていただいたら、動画で、このお家が特定されないように、まあね、多分特定されないんですよ。長男がいて、次男がいてって言って、そこって離婚した離婚してない関係なくて、今の仏壇がどこにあって、ここに移動してっていう風に、解説をしていくので、個人的なことはほとんど外には出ないと思うんですけど、それを、動画作るので、それを家族で見てもらって、納得してもらってっていうので何回かやったことがあります。で、それは、YouTube で公開はするんですけど、個人が特定されないように一応してやっていくっていうのがあるので、もし自分たちの朝廷かさばい、どうやって直したらいいか、この A のお家、B のお家、C のお家、まあ、うちの場合は A、B、C、D、E ぐらい、5箇所にあるものを、ここにあったものをこっちにあって、こっちにあったものをこっちに持っていって、全然なかったものを外から持ってきてみたいな感じで、本当にごっちゃだったので、3年ぐらいかかったんですけど、そういう風なパターンもあるので、その時に、この人の数だけパターンがあるので、一人一人に、できるだけね、わかりやすいように説明をしたいので、ざっくりと朝廷かさばいを直す手順で言ったらこんな感じです。
なので今ちょっと待ってよ、何が何だかわからないっていう人も、私が例えばお父さん兄弟何人ですか、おじさん何人いるとか、じゃあこれで戸籍取ってみてとか、じゃあそれの戸籍、画像で送ってみてちょっと見てみるとかっていうのは別に LINE でやる限りは無料です。でほとんどの方がその LINE で無料でやって、ある程度ご自身が分かってきた時点で家族への説明をこの動画を見せる、または私たちが行って説明するっていう状況なんですけど、今はこのコロナがね600人超えてる段階でお宅にお邪魔して説明するっていうのは非常に高齢者が多い中では厳しいかなと思うので、ぜひ動画でなるべくは解説したいなって思ってるところが今現状ですね。で、昨日もちょっと何件か相談があったんですけど、七夕、もうすぐ七夕だから、ちょっとその前に、朝廷かさばいとか直したいとかっていう、あれもあったんですけど、朝廷かさばい直したり、位牌直したりするのに、急いでいいことはないので、これはもうじっくり構えて、1年、2年ぐらいかけてやることって腹くくってください。なので、朝廷かさばいを直す手順としては、朝廷かさばいはまず、同じ位牌に男、兄弟が一緒に入ってる。タブー、これはダメなことだから直そうねっていうのが前提です。で、まずは正しい家系図を作って、位牌継承の順番を正しいのか見て、今どこが間違ってるのかっていうのを見て、どこに誰の位牌があるか、お墓に誰が入ってるかっていうのをまたまとめて、どうやって誰のものをどこに持っていくかっていう手順を確認して、パターンはその人の数だけあるので、そのパターンを紙に書いて落とし込んでいって、みんな親戚一同納得して、それから移していく。っていう風にやっていきます。なので、質問でも、その方法は、朝廷かさばいでも位牌分けるときにも同じやり方で OK ですかっていうのがあったんですけど、この間の位牌を正しく変える手順っていうのは、あくまでも、同じ、中のメンバーが同じ場合の手順で、基本は朝廷かさばいでも位牌を引っ越しするんだったら同じ手順ではあるんですけど、パターンがちょっとあるので、100% イエスではないかもしれない。っていう、ちょっと、不安材料が1個入りますので、ぜひ、個別相談とか、まあ、メールでもいいですし、インスタとか、フェイスブックとかでもいいので、メッセージをいただければなと思います。ということで、今日は、朝廷かさばいを直す手順について、ざっくりと説明をしました。上んちとかゆたさんによってはやり方が違うと思うんですけど、誰が間違ってるとか間違ってないっていうことではなくて、まあ、私たちはこうやって考えてるよっていうので、自分が納得いく方法でやればいいかなと思うので、ぜひ参考程度に見ていただけると嬉しいです。ということで、今日はここまでです。台風が近づいているというか、台風の今ど真ん中なので、皆さんもお気をつけください。今日も良い一日をお過ごしください。最後まで見ていただき、ありがとうございました。